ジョッ、こんにちは。さあ、パリーグのさあって言って、さあって開幕しないんですよそうですね。だから、まあ、今日は順位予想の回なんですけど、あれですよね、またもしかしたら順位予想が変わってくるかもしれない。可能性はありますね。だってもしね、あのこの選手がこの開幕するまで怪我して、はい、今季絶望とか、しかもちょっとポロポロ出てきてますね、なったりしたら変わるかもしれないですけど、はい、現状でのね、はい、順位予想、はい、決めてるんで、はい、これね、ひょっとしたら5月に入って開幕になったら変わる可能性あるかもわかんないですけど、 その変わった時のために、はい、今聞いとかなきゃ。現時点の順位予想を、はい、見ていただくと、はい、パ・リーグ順位予想どうぞ。里崎チャンネル、じゃん、こんにちは。さあ、はい、いよいよ、はい、この日がやってまいりました。そうですね、はい、プロ野球開幕するのかどうかわかりませんけど、はい、ちょっと悩みとこですね。いや、するんじゃないですか。まあ俺はするような気がするけど、無観客でも、はい、まあでもどうなるかわかんないけど、はい、延期した場合は、はい、多分オリンピック期間中試合すると思うんだよね。いや、そうなっちゃいますよね、うん、そこまあ3週間あるから、うん、でまあ北京オリンピックの時も、はい、まあ試合してたわけだから、うん、別に正直絶対しないかって言われると、はい、アテネの時もシドニーの時も、うん、選手抜けても試合してたから、うん、まあする可能性は十分あるし、東京以外の、ね、関東以外の球場で、はい、大会試合をスケジュール組んで行う可能性は、うん、まあまあ十分あるですね。ありますね、うん、でそうなると東京オリンピックに選ばれてる選手はシーズンのペナントレースちょっと抜けるってことで、うん、まあそれしかったら俺北京も行ったけど、はい、北京の時抜けてるからで、あ、そっか、うん、でシーズンをそのまましてたから、はい、まあ別にそれは特別なことでも何でもないっていう。なるほどなるほど、はい、でもまあやります、はい、順位予想、はい、はい、待ってました。1年間で一番クソみたいな企画ですよねそうですか、なんでですか。だってあの文句言われるだけでしょ。あの、いや、当たったら褒められるじゃないですか。いや、褒められないよ、別に当たっても。いやいや、なんでですか。でしかもだってさすがなんじゃないですか。いやいや、全くなんない。なんでですか。さすがってなっても何かが変わること1ミリもないもん。あ、まあまあ、何も変わんないかもしれないですよね、うんうん、俺1年目は、はい、1年目の解説者になった時は、はい、12分の8あったの、はい、あ、それ結構すごい。だからテレゴどっかとどっかだけが、はい、だから2個外したの、セパで、はい、うん、2個外すと4つ外すことになる、はい、だからこうなる。そうそうそう、ね、だから4つ4つ外ったの。あ、すごい、それはすごいですね。だから1箇所だけ外れたって。でもそっから地獄よそっから地獄よ、マジで全然当たんない、全然当たらへん。昨年なんて DeNA の2位とオリックスの最下位だけあったでも一昨年なんて、はい、あの広島の優勝、はい、その前ソフトバンクの優勝しかってないから、はい、あ、そもそも成功率1割ない。12分の1。しかもやね、しかもやね、そのなんかあのこれから今年はやるぞって思ってるんですよね、はい、ファンの人とか、うん、その思ってるぞ、ね、頑張るぞって思ってる人たちに、はい、まだ始まってもないのに、あなたのチームも最下位ですって予想しなきゃいけないっていうね。そうですね、ちょっと、でも所詮、はい、なんか予想なのに目くじら立てて、はい、逆に怒ることかって思うよね。まあまあ仕方ないじゃんね、まあ、でもそうやって思ってるんだから仕方ないんですよ皆さんね。いやでもいいじゃないですか、下馬評で6位与えられたとするじゃないですか、うん、もう上がるしかないんですから。どうだ見たかって言えるからファンはいいじゃないですか。だから楽っすよね、ハードル下げてあげてんだからね。はい、そうそうです。だから6位予想されて3位になったら最高でしょ、はい、ほら見た、頑張った頑張った、はい、いや頑張ったって言われるんですか、はい、チームも。そうです、ね、でも1位予想されて3位になったら、はい、お前ら何やっとんやって言われるんです。そうなんですよ。しかも監督クビになる金ないからね、1位予想で3位になったら。だからこんなのはね、はい、笑ってみるのが一番なんですよ、はい、あとはね、皆さんも順位予想しよう、コメント欄で。はい、あ、そうですね、うん、でそれで、うん、俺の順位が予想が反映されてるのか、はい、みんながどう思ってるのか、はい、ね、僕が B クラスにしてるのに A クラスにしてたら、はい、それは違うかもわかんないですけど、うん、ファンだもんね。はい、そうです。だからね、ファンの自分の応援してるファンのチームの順位をのけて順位予想してほしいですよね。意外とファンってそこやって甘やかさないですよ。いやいや、甘やかしてる。してます。だから俺がちょっと低めに言うと文句言うでしょ、うん、だって甘やかしてなかったら、ああその通りやってね。いや、きっとそう言ってるファンもいると思うんですよ、ごく一部で。はいだから万が一、はい、自分のチームを1位予想する人たちは、はい、それをのけて順位予想してほしいですよね。ああ、そうですね、うん、他球団を見る評価の方が、う
まあまあ、いや、客観的に見えてるでしょ、うん、はい、私何々ファンですって言ってほしいですね。まず上に書いてほしい、ね、私巨人ファンです、はい、で順位予想、ロッテファンです順位予想して、うん、それが一番わかりやすいですね、はい、私どこも応援してません順位予想とかね、うんうんうん、そういうのしてほしいですね。もう NPB ファンですみたいな、そう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 、はい、先輩ね、はい、セリーグはこれ、パリーグはこのファンですってやってほしいですね、うんうんうん、だまあちなみに僕は別にどこのファンでもないんで、はい、客観的にやります、はい、順位予想、そうですね、はい、フルスにも厳しいですからね、もちろんもちろん、はい、だまずパリーグ、はい、説明は後でします、はい、6位から1位カウントダウン方式で発表していきます、はい、わ、はい、かりました。じゃあ6位からいっちゃいますか。はい、いっちゃいます、はい、はい、じゃあパリーグ第6位はじゃん、日本ハム。日本ハム、はい、はい、まあじゃあ説明は後でいくので、はい、じゃあ5位いきましょうか。第5位はじゃん、オリックス。オリックス強いって言ってたもんよ、あれ。じゃあ第4位はじゃかじゃかじゃかじゃん、ロッテ。おー、はい、3つ残りました。第3位はじゃか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 じゃん、西武。西武か。第2位はじゃん、ソフトバンク。ということは、栄えある第1位はまだ決まってないですけど、そうですね、順位の第1位は楽天。まあそうなりますね、はいはい、そうなります、はい、これです。だから1位が楽天、ソフトバンク、西武、ロッテ、オリックス、はい、日本ハムです。今年の順位予想は、なるほど。あれ、佐藤さん、オリックス今年強いってめっちゃ言ってませんでした？うん、だから選手はいいよ、はい、だから何回もどこでもいろんなところでも言ってるけど、はい、個人としての能力は高い、はい、でも組織として戦えてない、うん、だからいつも下馬評高いのに A クラスになれない、うん、だから多分今年もそこが変わらなければ B クラス、うん、変われば A クラスに行くチャンスはもちろんある、はい、でもそこ変えられるんですかっていうところがね、まだ疑問符があるんで5位です。素材はいいってことですね。だから5位と4位迷いましたね。ロッテとオリックスでやっぱりその個の能力でいうとオリックスの方が断然高いんで、うん、やっぱ4位にしようかなと思ったんですけど、はい、でもどうせそんなこと言いながら、だって去年だって6位になるような選手じゃないですからね、うん、それが6位になっちゃうんですから、はい、で考えたら、まあ、この力あるから一歩上げて5位にしとこうかなみたいな。まあ日本ハムも、はい、即戦力をものすごい取ってて、まあ、即戦力って言って即戦力になるやつは少ないんで、あ、そうだ、もう毎年ですもん、そうだ、もうクソほど見てきたっすもう毎年だいたいね12球団で10人ぐらいっす、はい、本当の即戦力になるの。うーん、だから1チーム1人いないですから。はい、あ、そうなんですね。そう、平均的に言えばね、うん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 、確かに。ドラ1のカード君でしたっけ、はは、オープン戦とかでもすごい良かったみたいですね。オープン戦はね、あ、そういうこと、はい、はい、わかんない、開幕してみないとわかんないところもあります、ね、ここから 体力がどう続くのかとか、うん、ね、疲れても同じようなクオリティでピッチングできるのかとか、うん、そういったところはこれから試されるわけ で、はい、で基本的に俺は新人は全くチームの評価にそんなに影響しないと思って入れてないから、結果的に影響を及ぼすかもわかんないですけど、はい、ね、まあ、阪神ファンの方には申し訳ないですけど、はい、ね、近本がね、うん、新人を取るような、はい、取りを取るような、あそこまでの成績出すと、1年前、誰が言いましたかって話ですよ。うん、そうですね、はい、うんうん、まあ、こんな言い方したら悪いですけど、はい、清宮、うん、もっと活躍すると思いませんでしたかっていうね。うん、そうですね。吉田輝星、昨年のフィーバーから1年間どうでしたかって話ですよ。うん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 、藤原根尾小園、どうでしたかっていう、中村翔征、どうでしたかって話ですよ。そうですね、うん、言えばだから則本投手とかってそんなに別に超期待とかじゃなかったけど、うん、そうそうそう、新人で浮かってできたりとか、どこがどう出てくるか分かんないわけですよね、うん、まあ、高橋嶺とかもそうですよね、はい、っていうことを考えると、まあ、出てきたらラッキー、はい、出てこないのが当たり前、うん、新人は、うん、っていうところで、まあ、日本ハムは、はい、基本的に外国人以外補強してないですよね、うん、まあ、ビアヌエバとか、はい、でそうなった時に、まあ、その現勢力プラス若手の底上げがないと難しいっていうところで、はい、まあ、残念ながら僕の中では、まあ、6位予想っていう、はい、あ、なるほど、はい、でもこの上位3つっていうのは去年と変わらないですね、まあ、A クラスはね、はい、だ基本的には順位予想っていうのは、はい、昨年の順位から戦力のプラスマイナスを見た上での順位予想をするのが、まあ、俺の中ではもうスタンダードだから、あ、それはもう、ということは、だ、まあ、楽天があんだけ補強して、はい、これね、もう楽天は、はい、優勝しなきゃやばいねっていう、
いや、あの球団内でもやっぱりそういう意見らしいですよ、うん、もう今年は優勝しないとやばいやばいっていう。だからまあ昨年ね、平石監督が、うん、まあ、最下位から3位になって、はい、でそれに満足できないと解任して、うん、戦力補強もね、うん、FA、はい、トレード、うん、でそしてまあメジャーから帰ってきたマッチカーなど含めていっぱい知って、はい、3位以下だとやばいじゃん、はい、ってなると2位以上になるね、はい、ってなった時にソフトバンクがなんで2位かっていうと、ソフトバンクは怪我人さえいなかったらもうダントツ1位、もうマッチひょっとして100勝する、はい、でも怪我人が残念ながら今年も出ます。うん、だからその去年まで怪我人出てきた中で、まあ、頑張って、はい、その戦力の総なさえ2位になってきて、うん、でまあ、全員揃った時にはもう無双状態で誰も太刀打ちできず、はい、クライマックス楽天に負けてから10連勝で一気に日本一みたいな感じになった時に、はい、もう誰も怪我しなかったらもう100勝します、うん、その代わり去年まであんだけ怪我人出てて今年誰も怪我人が出ないっていうのはそれはもうちょっとおかしい考え方としては、まあ、2位かなっていう。なるほど、楽天がソフトバンクに勝つ。いや、勝たないとやばいよっていう。そうですね、やばいよっていう。そうそう、だからそれぐらい気合いでいくから、はい、勝っちゃうのかなっていうね、期待も込めて。なるほど、はい、でも西武って結局抜けたのって秋山選手ぐらいですよね。まあそうですね、はい、だそうなった時に、うん、まあ去年から言えばもうね、浅村秋山も抜けてるから、はい、まあ、でも他のチーム戦力もあるし、うん、まあ、投手陣も今年はね、はい、いろんな経験積んで能力も上げて昨年みたいな防御率パ・リーグ最下位にはならないんじゃないのかなっていうところの期待値も込めて、はい、まあまあ B クラスにはいかへんやろっていうところで3位、うんうんうん、ああなるほど、まあ、秋山選手抜けてもいいバッター本当たくさんいますからね。そうですね、でもやっぱりランナー出る人がいなかったら返す人が返しても一発の1点だけになるから、打線の周りとかが9番からどうつながるのかっていうところを考えると、まあ、得点力は下がると思うけど、はい、投手陣が頑張ったらそこはプラマイゼロかなっていうところで、まあ、まあ普通に考えたら3位、うんうんうん、なるほど。でまあロッテは4位になっちゃうね、そうなるとね、はい、まあ、そうですね、うんうんうん、まあ、でも今の戦力見るとやっぱりその A と B って結構分かれてるとは思うんですよ。でもね、今年はどこが勝ってもおかしくないパ・リーグはね、全体的な、だって絶対的チームいないもん。だって楽天だって絶対的かっていうと分かんないじゃんね。分かんないです、結局補強はしましたけど、そいつらが活躍するかうまく回るかとかも分かんないし、はい、ソフトバンクもそうだし、うん、まあ、西武だってそうだし、うん、まあ、ロッテだってね、もし今とか福田とか、まあ、外国人戦力がめっちゃ頑張ったら上位進出も十分あるし、オリックスさんで個の力あるんだから、はい、そいつらがうまく組織的に戦ったら全然 A クラスもあるし、うん、まあ、日本ハムだって昨年1位に 0.5 ゲーム差まで迫った時期もあったし、噂が若干開幕遅れそうっていう情報はあるけども、うん、そこら辺その新戦力とかが頑張れば A クラス行くチャンスがあるから、うん、今年のパ・リーグは全体的にどこが勝ってもおかしくない、久しぶりに面白いリーグだけど、順位はつけなきゃいけないから、はい、そうなったらそうなっちゃいますよっていうだけ。まあそうですね、客観的に見るとそうなりますよ。そう、まあ、なるほど。じゃあ歯車が本当にうまく噛み合ったり、いい戦い方ができれば、うん、もしかしたらその日本ハムがドーンって行く可能性だってあるんですね。もちろん、でもただ俺が勝手に言ってるだけだから、日本ハムが弱いわけじゃないからね、これ俺の勝手に個人的見解だから。だから、はい、俺の中ではドーンっていく可能性もあるけど、はい、まあ、他の、ね、人たちがどんな順位予想してるのか俺は全く分かんないけど、うん、俺はそれって、うん、なるほど、まあ、今まで楽天が指標1位なんてなかったからちょっと嬉しいな、うん、だって、うん、やばいよっていう、勝った時やばいよっていう、ある意味プレッシャーですよね。そう、うん、そうなんないとやばいけどどうなんだろうねっていう。なるほど。だからあとね、だからやばいよの人結構多いんじゃない、はい、今年パ・リーグ、うん、だって楽天も、はい、まあ、この感じでやって、うん、まあ、最低でも2位以上、はい、いかないとまあやばいじゃんね。まあ2位以上だと思います。で工藤さんも、うん、あんだけ巨大戦力を、それだって怪我しなかったら100勝するって多分多くの人に思われてるチームを、はい、まあ、その怪我人を、うん、が出て結局日本一になってるけど、はい、リーグ優勝をしきれてないわけじゃんね。そうですね。で今年ももしできなかった場合、ちょっと責任問題としては、はい、ちょっと大きい感じになっちゃうのかなというところもあるし、まあ辻さんはね、そんな今年は何もハードルないし、はい、まあね、日本一になるっていうクライマックス負けないようにっていうだけだから、まあ別に辻さんはそこまで何もないと思うんですけど、はい、で井口さんは今年もし3年
今年 B クラスになったら、はい、就任以来3年連続 B クラスになっちゃって、それが初なんでしたっけ。でそれが山本浩二さん以来らしくて、はい、要は山本浩二さん、まあ、2003年まで、1999年から2003年まで山本浩二さんだって、その山本浩二さんより前の監督の人たちは、はい、まあ、いわば9割以上 B クラスだから、はい、まあ、その人たちは3年連続 B クラスっていうのは、うん、まあ、就任3年以上してからなってるんだけど、はい、ボビー、西村さん、伊藤さんは3年連続 B クラスっていうのは1回もなく、ね、で今年井口さんがもし B クラスになっちゃうと、うん、その2003年以前の山本浩二さん以来の3年連続 B クラスの監督になっちゃうっていうところはやっぱりちょっと避けたいですよね。そうです、井口さんもだいぶね、うん、こう緊張感持ってるでしょうね。だからそこら辺は避けたいっていうところの監督としてのプレッシャーはある、はい、で、まあ、西山さんは、まあ、そのね、多くの人から日本大侍ジャパンもいっぱいいるし、うん、で今年 AJ 補強してっていうところで B クラスになると、さすがに自分の監督としての立場が危うくなるんです、うん、で、まあ、あの日本ハムの栗山監督も、はい、まあ、昨年も沈んで、うん、ね、あのいろんな試みはして試して、今年それがどうかショートスターターとかね、はい、どうなるのかっていうところで、さすがに今年まだ B クラスになっちゃうと、うん、まあ、昨年もね身体公開出してましたけど、はい、それがあの本当の意味での対談になる可能性も十分あるし、うん、そういった意味では無限のチームもだから辻さん以外は全員ちょっと自分の首がかかる、試されるシーズンになるんじゃない、パ・リーグは。監督って大変ですね。でもダメだったらやめればいいからさ。まあそうですけどね、うん、だって別に固執してずっとやり続けなきゃいけない職業でもないじゃんね、はい、うん、監督って言えばまあ一番上じゃないですか、うん、いいです、最高ですよね。はい、そうです。だって好きなことやっていいんですか。まあ、好きなことできるんですけど、全部まあ自分に責任がかかってくるわけじゃないですか。でやめればいいですか。でやめたらあれ どうしようかなってなりそうじゃないですか。やめたら別にまた新しい楽しいことを見つけてやるだけだから別に関係ないですよね。いや、もう稲里さんだったらいいですねその考え方いいですね。別になっちゃいますよ。やめたらどうしようかな。いや、やめたら楽しいことがまたいっぱいあるっすよ、うん、そうですね。だって今の悩みがもう一人僕が欲しいですからねやりたいことが多すぎて最高ですね。だからやめたら別にまた新しいことができて、楽しいことは山ほどあるんですよ、世の中には、はい、うんうん、でもだから今年は面白いなと思ってパ・リーグも、ただ俺が ね当たるかどうかは半年後分かりますから、はい、パ・リーグ予想はね、はい、こんな感じでしたけど、はい、まああのまあ異論批判は別に認めます、はい、でも別に俺の声には俺の耳には聞こえないです、はい、だから皆さんもねどこファンかっていうのを書いてコメント欄に寄せて、シーズン終わって俺当たったよっていうねところを見せてほしいですね。はい、そうですね、コメントじゃあ皆さんもよろしくお願いします、はい、お願いします。